はい、あれです。高砂パークのダイヤモンドコースにいます。ダイヤモンドコースというのはここです。中央のね、コース、一番だだっぴろいところですね。混んでますね、さすがですね。わしがたけとホエトピア、今日行ってきたけど、こんなにもガラガラだったよ。わしとホエトピアはね。やっぱさすが高砂だな。まあ、雪があるところに集まるよね。はい、今日は、壁でまだ、雪が残っていて、遊べるのかどうか検証してみようと、検証していこうと思います。滑りながらね。はい、とはいってもっていうか、まあ今日はボード入ってますけど、でね、こっから降りてきたんで、俺、向こうの壁はちょっとわかんないですよ。まあね、こっちからの、ここからの壁を、ちょっとカミカミでノーカットでいきますね。ご了承くださいね。見て、まあ上の方の壁もね、遊べるかどうか、目安にしてください。指針にしてください。明日来るか、どうか、迷ってるでしょう。今週ね、来週の、土日ね、壁まだ生きてるのかなって、調べたい、知りたいでしょ。今から僕が撮影しますんでね。今日3月27日土曜日ね。はい、行きますよ。雪質はね、こんな感じ行きますよ。見とってくださいね。こんなボッサボサバッサバサでね、ワシとホワイトピアも動画アップしたんで見てほしいんですけど、まあ通知見えまくりですわ。ここなんかどう見てんの、これすごい、まあ2メーター近くあるじゃんか、雪が、はあ、さあ壁だね。壁検定か、何これ、検定か、これ検定だな。あ、これテクかなんかだね。この急斜面、昔はさ、こういう急斜面でさ、2級もお回りさせてくれたんだけどな。うまいね、うまいね、テクだな。はあ、テクかクラウンかなんか知らんけど、さあ壁、あ、いいね、あるやん壁。さあ、はあ、ここはどうだ、ここね、ジャンプ怖えな、うん、いいね。ちょっと汚くなってるけどね、ここの壁はまずまだ持ちますよ。さあこっちはどうだ、あ、まだあるね壁。ちょっとさ、滑りが、よいしょ、全然いいね。あ、ここもいいね、この上も下も、なんだ、滑りが、ソール面になんか土ついたかな。ここもいけるね、まだ全然いけますね。さあ下の方の壁見ていきましょうか。なんかさ、板が滑らんくなった。なんだこれ、なんで滑らんくなった、なんで滑らんくなったんだ。ワックス抜いて、あ、ここもいいね、これ、ほら、まあ、全然問題ないよ。深いもん、雪が、70センチぐらいあるもん。ほれ、壁、ほらほら、地面が見えんじゃん、ほれ地面見えんよ、ほら、ここが見えたか、よいしょ。さあ、板が滑らん。あ、センターハウス行ってワックス買おうかな。まあ、ここが一番混み合うところだけど、まあ、いつもよりは混んでないよね。やっぱりクローズした人が多いんだよね。あ、壁、ここ、壁。あ、ここはまあ、地面が見え始めてるよね、ここはね。よいしょ。この辺もそうだね。板滑らねえな。あそこやっぱダメになったね。先週怪しかったもんな。ここね、この壁ね。ここはいいよ。ここがダメになったね。この木の向こう側ね。このジャンプ台はいけるね。だからもう9割以上の壁が生きてますよ。あっちもね、壁生きてますね。よいしょ。向こう行けなかったな。ウェイターライナー、じゃねえわ、何ライナーだったっけ、あれダイヤモンドクワッドリフト、340人並んでるね。結構並んでますね。あそこの壁はもともとダメだもんな。
だから、壁ね、うん、壁、9割あたり来てます、ダイヤモンドコースのね、壁ね。はい、ということでした。はい、じゃあね、バンド君も見てね、じゃあね、バイバイ。